今日もなんかヒーローにジャスピザーです。お願いします。はい、本当にもジェローウィーク2日目やったー。ーン。はい、ということで絶対我々夏休みジェローウィークをやってる最中なんですが、はい、今日は2日目ということで、はい、初日が怪盗一ジェローをやった結果、はい、まだ見てない動画はぜひそちらから見てほしいんですけど、そちらやった結果がですね、ライオくんなおくん今4ポイント、はい、ゴーキヨシくん1ポイント、はい、リュウシンショウタ0ポイント。俺も、はい、お前も出てくるんだ。えぐい空気あんなにバッとしらけるもんなんですよ、ね、出たかったんだろうさっき喋ってますからね。笑いそうじゃん。まあ、ということで、それでリュウシンショウタが0ポイントという、はい、まあ、まだ初日ですから、うん、残り6日間、今日合わせた6日間で、最終的に誰が人狼がうまいのかみたいな勝負をやってるわけですが、はい、2日目の企画発表したいと思います、はい、2日目の企画はスイーツ人狼、はい、ということでスイーツ人狼ということで、まあ、これまた一味人狼とはまた違ってですね、頭の上にそれぞれ自分のお題が書かれてます。スイーツの例えばリンゴとかゼリーとかアイスとか、うん、で自分の商品は分からない、自分のお題は分からない状態でいろんなものを食べてって、自分のお題を食べることができたら抜けていく、クリアという、はい、なるほど。 B の人はずっと食い続けなきゃいけないということで、ね、まあ、きつい企画ではあるんですが、うん、まあ、この企画よし君が今まで弱かったんですけど、うん、まあ、前回もね、あれだからちょっと強くなってきてるんだね。確かに払拭したいね。うん、でも今回1位。あ、でもそうよ、よしきの発言にはみんな要注意ね、うん、あ、そうだね、ポロ出る可能性あるから心理戦でポロ出ますよ、ポロの。で、ちなみに今回1位の人から5ポイント、2位からで4、3、2、1、0って感じになってるので、1位と0、ビリはマジで5ポイント。1位マジ取りたい。1位にこうなる可能性もあるし、こうなる可能性もあるよね。そう、まあ、という感じで早速、まあ、人狼ウィーク2日目、はい、スイーツ人狼早速やってみたいと思います。いきますよ、ストレッチング、レッツゴー。はい、ということで早速やっていきましょう。頑張るぞ。おお、かわいい。だったということで、これ意外に食えそうじゃない？いや、いける。まあまあ、まあ、あのですね、スイーツ17種類かける3つ用意しましたので、17×3 は51です。ということで、はい、51個を6人で食わなきゃいけない。いきますか。はい、で、ちなみにヒエンがこれお題17書いたわけじゃないですか、うん、かぶりもあるの？かぶり、どっかの5種類かぶってます。何？ワンチャンあるよっていう。え、結構あるんじゃね。だから最悪、17個全部食わなきゃいけない可能性もあるから、うそ。頑張ろう。いきますよ、じゃあリュウシン君がいきます。はい、じゃあ目を。今回バナナとクリームパンがあのね、罰枠ですか。いや、ガリガリ君もか。あ、ガリガリ君もか。実質にドロー。はい、ということでリュウシン君のお題はこちらです。はい、じゃあヨシ君にもどうぞ。僕はこれでいきます。ヨシ君のお題はこちらです。ナオ君のお題はこちらです。まあ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 、いいんじゃない、なおなら。こちらです。はい、はい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 、ゴーくんの題こちらです。はい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 、翔太くんの題はこちらです。はい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 、ということで早速じゃあやってみますか。はいはい、まあ第一順選びます。はいはい、どうする、なんかある。うわ、マジ何しよう。俺普通に食料だったよ。あ、好きって言ってたよね。全然いいよ。だからあのミスドと同じルール、まあ、触っちゃったらいいんじゃないですか。僕もいきます。はい、コーヒーゼリー。おお、これ好きな人。え、これちょっとまあ好きでまず最初行きたいけど、え、ちなみにさ、みんなの目的にさ、どうした？え、俺見て笑ったよね。絶対俺食わないやつや。え、ちなみにかぶりある？リュウシンどう？リュウシンがかぶりな、それだけで全然でかいよね。はい、僕プリンいきます。おー、いいよ。じゃあいいですか。俺普通に食いたいチーズケーキいきます。うわー、みんな取ってからそれ言う。俺ら何も反応食いない。チーズケーキいきます。嬉しい、嬉しい、嬉しい。危ないみたいに分かってます。分かってます。なんで分かりづらい。食ってやつ俺ら。分かる。まあ、いきます。俺じゃ食うの遅いから先やんで。食いよ、どんどん。俺どら焼き。どら焼き、どら焼きね。なるほどね。どら焼き、はい。一抜けモンブラン。うわー、いいね。いいなぁ、マジ美味しい。ごちそうさん。さあさあさあ、アイスもだ、焦げちゃうからね、すぐ食わないと、ね、うん、ああ、じゃあ、なぁ最近潰しとかねと。何よ。アイス、アイスはね、ガチでもガリガリ君ね、当たってのことさえ最悪だから、もううざい、嫌なもんからかけ潰しよう。確かに、それも大事。行きましょう。さあ、よし君食いやりましたか。はい、
きますよ、いきます、せーの、ショータッフイッチゴーキフイッチライオフイッチナオフイッチヨシクフイッチリュウシンフイッチ、そりゃそうだ、さすがにか、まあ、逆にここ一致はよかったよ、お前らが言ってくれ、え、実際ちょっと期待した人、はい、はい、あ、みんな自信はあるんだ、いや、俺はもう食べたいもん、じゃあリュウシンが次ちょっと軽く心理戦ある、かつあれいいっすよ、知ってなくなくなくね、俺じゃあ嫌いなもの食うわ、おヨーグルト、あえて、いや、あとだ、残ってた時嫌だから、なるほど、はい、よしくん、なんとなくプリン行こうかなって思って、プリン、うん、いいよ、行くなら行って、ダイ君が一発目はね、削ったのはまだお腹に余力があるから、うん、早く行きたい、先にね、プリン行きます、はい、どうぞ、早い、もう触ったからダメだよ、ダメダメだよ、ダメだよ、言わないよ、なんかやばい、今日のまず人狼だからね、多分顔なんか違う、脳が、あー、ガリレオみたいな雰囲気感じ、かっけえ、そう、計算していただいて、出たのはシュークリーン、いや、バナナ、バナナ、シュークリーン、バナナ、もう一回計算しまして、バナナ、データミスが、データミスがかけなく終わったのか、バナナが出るよ、いい、シュークリームで、バナナ、バナナ、シュークリーン、チーズケーキ、全然チーズじゃないから、さっき3回チーズ、シュークリームでいきます、これか、え、これちゃう、まあゼリーか、シンプルにゼリーうまそうだな、ゼリー取る石田の技で、ふざけんなんで俺ガリガリ君横どこやったんだよ、3つ食ったやつゼリーいける、あ、3つ食ったやつ、ふざけんこれはどうだ、これ石田の技だよ、あー、じゃあカステラいきます、はい、カステラ、カステラです、あ、はい、うーん、じゃあマジ何しよっかな、あ、見ていいか、じゃあ僕、ティラミスで、うわー、何いいね、行く、行かない、行く、行く、ゴー、ガリオ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 リ君、バカなガリオ、ティラミスです、おー、いいね、もういいよ、もういいよ、ガリオリ君、うまい、だって残ってるやだもん、これ確かに、え、これ、いいんだよね、当たり外れ関係ないやつ、うん、当たり出たらもう一個、うわっめっちゃいいやん、うまっ、なんかビュッグなってるみんな、誰か当たり出た、ダリーも、当たり出た、このゲームダリ、誰か当たり出たような、なんか雰囲気の続くな、うん、いきます、はい、リュウシンからですか、はい、いきます、せーの、リュウシン、フリッチ、ヨシ君、フリッチ、ナオ、フリッチ、ライオン、フリッチ、ゴーキ、イッチ、ショータ、イッチ、ウェーイ、やった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 ということで、ショータ、ゴーキ、5ポイント獲得、うわーかわいかわいかわい、あー、でもお前ダメだ、こいつ1ポイント取ってこ、今だからもう暫定1位2位で、やっしゃ、5ポイント5ポイント、そうだ、見ますね、はい、見てください、ガチやばい、ティラミスだ、お前さ、はい、ということで、いきますか、なんか傷つくね、もうだって1位2人出たりするんで、次3位で、みんなで、ね、3ポイントずつ、あ、それワンチャンある、よしくん言っていい、せーの、アイスアイスだね、よしくん行くよ、せーの、アイスせーの言う必要ねいや、次、両親からいいですよ、それちょっとせこいよね、俺からだって、そうだよ、からだ、おめえから選べおい、お前しかいねえんだよ、じゃあ教えても何ゼリーでいいね、マジでお前らゼリーの時ちょっと鼻ピクピクしてるんじゃない結構焦って鼻ピクピクしてボーテ回ってるやん、おいゼリーに、なお、なお、歯集めていくよ、反応してね、ゼリーの時だけ鼻ピクピクいきます、バナナ、シュークリーム、エクレア、ゼリー、え、いや、全然鼻ピクピクしてる、はい、好きなゼリーいきます、うん、好きなの言ってるあたり二流だよ、いや終わりだなお前、なお何言うの、言ってみ、これまだ好きなのでいけると思ってます、はい、僕は何言うのワンタップみたいな、何言うの、今迷ってた、迷った、何言うの、はい、団子、三兄弟、三本ですか、これ一本でしょ、いや三本、やめます、今の反応で違います、ガリレオ、お前今日はガリレオ、ガリレオの日か、レレ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 
イラッキーダメだよ重量なお、ダメだよ重量あるよダメダメえ、ダメってことは絶対違うじゃんいいよ、いいよなお、ダメやるお前はい、ダメですマジで可愛い楽しくないわ、もうこれ食べてていいはい、やっていいか俺ね、なんとなくライ君がね、まだ本当に余力ありそうだからライ君の後って言ったら答えに導いていや、それは分かんないあ、俺もあのカステラ行こうとしたもんマジだから俺もカステラ行こうとしたえぇ、ー、俺チーズケーキ危ねぇピーンそれは俺がやるのそれはピーンそれなんでもありや、そしたらあえぇ、ー、僕のばあちゃんはでもこれで俺ガチクレイパンだったらおいガチ最高そうねそれはそうねロールケーキなしどうしようなしなしとかない触っちゃうかな行けば行けばいいよツンはいもう触ったよえー俺何行こうか行こうすんねえーじゃあシュークリームえシュークリーム出る今も出るグッズ2段目発売中詳細は概要欄からOK ですか、うん、俺からですね、じゃあ、うん、発表お願いしますいいの俺からねゼリー当たっちゃってるからいいリュウシンがいいのはい、いいよ、リュウシンがお願いしますせーのリュウシンフウイチヨシくんフウイチナオフウイチないよフウイチ微妙な感じで思ったリュウシンはその誰かの食うとかできないからじゃあ、玉のケーキ食おうじゃんうわ、重そうこれチーズケーキじゃねえんだ、俺じゃはい、ヨシくん行こう俺はバナナおいバナナ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 そこイッチなわけですよよくわかんない新鮮だったはい、僕行きますデデ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 言ってか言ってさ、何カステーナ俺うん、俺じゃ別にそれを戻せるビビーヨーグルト違いますおいおいよしくお前さ、バナナ選んだ頑張ったねだよ僕クレープいきますはいうーん、ふわきーうーんはっどうしたのこれクレープ食ってくるはい、バナナマジあの大げさとかなしでバナナ1本ぐらい入ってるこれはクレーム&バナナでいいよなこれなあ俺もそれがいいようまいけどおもろリュウシンがいいリュウシンがいいはいせーのリュウシンフイッチヨシケフイッチなんでフイッチでフイッチじゃんフイッチ何言うんだってそうなんですよ。マジで。間違っただけだった。怖っ。怖っ。何だったの？だよね。怖っ。いきますよ。せーの。よしき。ふいち。なお。ふいち。ライオン。ふいち。まあ仕方ないけど、マジでお前のプレイが意味がかんすぎてさ。よしくも変になんか期待しちゃってる。マジでいいの？どうですか？考えてみ？バナナで。よしくんが、なんか、なお間違えると思ったってことはっていうのがあるよね、まあ、忘れろ、そこはお前よしくん選んでくださいクレープにバナナ入ってる時って、もう動揺しちゃったのねじゃあ僕、ゼリーでめっちゃ俺のこと追いかけてる僕、ゼリーでなお、どうするティー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 ティお前ただゲンタがカスタムなことだけ俺何ライ君も厳しいじゃんテレレレテレレレレレテレレ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 レこれや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 テレレ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 わ何やねん俺何中継じゃないの俺何系家系殺すじゃあ俺クレーいきますおっ触るねもう終わり今3つまでいってんのだろだから幸いにプロをここにあるから一度負けるか
美味しそうそれ。え、俺これもしお題バナナだったらクレープ食ったのにバナナで一致してない時点でお前らヤバいからね、人として。あ、はい、じゃあバナナ食わないでーありがとういきますか。じゃあ僕から発表します。お願いします。お願いします。せーの、ライオン。フイチナオフイチヨシキフイチリュウジン一致一致一致。やべえ、マジでありえ。マジポイントも減っていくのだ。今何点これ。3点。リュウシンがこれ3位なので3位3点です。でもまだ俺らに残りついてないけどね。いい、そんなのいらねえ。ここを上がれることに意味がある。それはそう、マジで。あー、なる、こいつ隣なの。ちょっと怖いよね。いや、決めてよ。減ってるやつやるね。ごめんけど、俺も決まってる。何？なお、ちなみに決まってんの？いい、何個？いいよ。いけ、触れ。まだ、よしき聞いてもらう。一応ね。何個俺もあると思ったからな。俺団子にしようと思って、実際ね。もう別にいいよ、団子にしたいならいいけど。いただき団子。いいよ。俺もいただき団子。おガチいくよ。ごめん、これは多分上がり、反応的に。よしきはここでいただき団子をやってるくらいあたり、俺はもう上がり団子。これはもう、よし、締めの団子。光栄の俺の教えてくれ。え、俺団子だ。俺の教えてくれ。何ですか。出た部分もある、はい、だからここは俺ワンツーで行きたい。そういうことですよ。そういうことです。言っちゃってください。言わないやろう。帰れってことは俺団子だね。うわ、俺の中で結構やばい、うん、頭が垂れてきた。どら焼き、うん、もういいよ。増えつかいつか教えてくれ。増え。どうだ、食ってからでいい。これはね、ドラえもん。ライフになってもうゴールに近いから。うん、じゃあドラえもん食べ方していい。うん、すごっ。え、食べてる。なんつったん。うん、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 え、ガチ一回やろう。ちゃんと俺がこれガチで俺上がれると思ってるから。あ、じゃあラップクトゥーンやったら一直になる可能性高まるから。いや、ガチ、俺がお題が文字が変わるってこと。よよ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 よ。本当に俺が響いた方にガチ答えを教えてくれる。うわ、マジ嬉しい。でしょ。なのいいところ。はい。あ、もう、うん、こう言ってて、はい、おかしいと思ったらも言わないから。じゃあ、じゃあ、やってみます。はい、はい。優しい。目、ぷくり。かわいい。はい、ぷりぷり。おけず、ぷりぷり。はい、はい。いや、早い。お前も鼻ぷりぷりから。そうです。なんなら、はい。よっしー、みかんゼリー。ありがとうございました。どうでした。お前食ってた。マジか、忘れてた。最高の笑い感情。これでこの動画勝ち確だよね。もうね、それは俺はい、いやいや、なんかやだ。いや、あ、熱い。もう俺初詰めてるから。よっしゃー、熱い。でもね、お前らがめっちゃ笑ってたってことは多分重いんだよ。俺の身の丈に合ってないものを食べさせる。はい、黙れ、お前は。コーヒーゼリー、ありがとう。こうやって遮るあたり怪しい。チーズケーキ、フイチ、お前も。はい、ありがとう。うざ、マジ。これガチ地獄。これガチ地獄。この光景見たことある。これガチ地獄。いや、マジ、くれ。これどっちでいいっすよ。みかんゼリー食いて。匂いよ。いや、匂いだよ。いや、匂いわかるためにかぶることがすごい。匂いわかるけど、2個同時に書いたら同じだろ。まずわかるなんで右鼻と左鼻で食うって言ってんの。匂い、うん、マジきつい。待って、マジわからない。攻めるよ、俺は。
クリームパンだって俺まずクリームパンバナナだったら俺終わりないよ。お前バナナだろ俺マジで。俺もクリームパンバナナだったら終わり。じゃあまあそこだけないってお互いせるよ。せーの、ない。大進級。ゼロ最下位おさなじみ。ルカと花道だったね今の。落としちゃった。2回も落としちゃった。よしから、はい、お前が裏切ったの知ってんで、うん、バナナだろそれ、はい、は？バナナ、うん、バナナっていい、うん、バナナいきます。うん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 すごい、うん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 、ちゃんとこれでリズム。ライくん、うん、どっち？ルイ、どっち？うん、バカかよ。こんなやり通せるわけない。ライくん、だろ。もうやめ、チャンス出てよ。ライくん、いっち。いっけ。やりたー。ありがとうありがとうありがとう。じゃあバイバイ。あれらしくあれやってもお前はもうゼロポイント勝手だから。え、ヨシ君ちなみに今1ポイントよね。1回1日目やば、2日目もゼロポイント。きつい。ヨシ君一気に出るのか。はず、人としてはず。俺でもね、本当にクリームパンだとは思ってる。クリームパンかこれなんすか。行こうじゃん。どっち？あ、クリームパン。はい、食べてください。僕らは何も言いません。よしきっと美味しそうに食べるね。よしきはマジ幸せなんだね。で、もう一回食べて、せーの。食べました。はい。とりあえずよしき、1マジ。はい。え、はい。すいません、ね、よくやった。終わったことが嬉しいよ、本当に。確かに、それはそうね。さあ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 、来てください。はい、ということで、まずはお疲れ様でした。特に頑張ったね、3人はね。頑張ったわ。まあ、ということで、2日目終了の、ゲーム結果今ちょっと発表しますか。はい、まず1位が、はい、6ポイントで合気。そうだ。あ、俺も6で。え、ナオもか。じゃあ今1位がナオ豪輝。イエーイ。そうだ、6ポイント。2位が俺だったじゃん。俺とライユ。お、2位が5ポイントでライユ翔太。うわー、熱い熱い熱い。で、じゃあ俺ら1位3位か。俺ら同率3位。同率3位で、4位がリュウシンが3ポイントだ。3ポイントで、ヨシ君がビリで1ポイント。逆転あるの、こっから。あるよ。え、でもまあ救いなのが、ナオライ君に1、2持ってかない。確かに確かに。そう、可能性になったら。だから今、ヨシ君以外がちょっとみんな並んでるから、まあ、俺も入れてもいいけど。いやいやいや、ライで1番で、まだあと5日間ありますから、はい、どうなるか分かりませんか。はい、まあ、という感じで、まあこれにて人狼ウィーク2日目終了なので、はい、まあ、次3日目またちょっと波乱が起きそうな感じというか。何？人狼一人勝ちももしかしたら出てくる可能性あるので、はい、まあ、頑張っていきましょう、はい、という感じで我々の女性の夏休み、この人狼ウィークだけじゃなくて他にも盛りだくさんな最高級のコンテンツを用意してますので、ぜひこの動画面白いのでチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは次のところでバイバーイ。誰が優勝するかコメントして。俺のもいいよ。最後まで動画見てくれてありがとう。人狼ウィーク2日目はどうだったかな。残念ながら僕は最後まで残ってしまい、今回0ポイントだったんですが、3日目以降は必ず優勝を目指して頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは次の動画でバイバーイ。